さあ始まりましたデュアルビート懐刀、はい、ということでですね、はい、今回は編集会。編集会とは、なんか、はい、いろんな YouTuber さんとか見ててもなんか編集合宿とかなんか、まあ、僕たちの動画って長いのは作らないんで、はい、そんな十何時間とかかかんないですよ。まあでもまあまあかかるっていうのをちょっと初めてお見せしようかなと思いまして。なるほど、はい、どうやってできてるのか。そうです、先週上がった小園さんの体力テストってやつ、はい、あれをちょっと編集するんで、はい、その過程をちょっとなんか今回事務所で撮ろうかなと思ってまして、はいはい、ちょっとなんか自宅だとあんまちょっと映したくないんでなるほど。で事務所でちょっとどんな地味な感じでやってるのか。ちなみに何も喋んないでやる人なんか見ながらとかあるじゃん。あ、いつも自宅だとどんな感じ。編集するときは無音かもしれないです。無音なんだ。なんか流してると、そうか、音とか。そうですよね、はい、今なんて言ったっていうのがあるんで、それをちょっとなんかお見せしようかなと思います、はい、編集会です、はい、ということでこれからあの編集風景見せていきたいと思います。今日はタイムイズゴールドの稽古がですね18時からあるということで、そこまでの時間、今が12時25分約5時間半で編集を4本終わらせたいと思います、1本がシンプルに毎週日曜日の YouTube 用で、残り3本が SNS 毎日更新ってやつやってまして、1本が Instagram、 1本が TikTok で、あともう1本がこちらが個人の TikTok もやってまして、この3本をですね毎日投稿してまして、これプラス YouTube の4本のを編集していきたいと思います。まずマシン紹介とかも、こんなパソコン使ってるよとかこんなソフト使ってるよっていうのもあるんですけども、その前にお食事からねちょっとしていきたいと思いますいつもですね、あの大体決まってるんですけども、編集前にこれとこれとこれを食べておきたいなっていう、食べておきたい、飲んでおきたいなっていうのが多いんですけども、まず1本が編集って、これはやってる人は分かると思うんですけど、結構体に負荷というか目に負荷であったりとかストレスがかかる作業であるんですね体に。今日たまたま奇跡的に売ってるの見たんですけど、ヤクルト1000、これが今日あったからこれも飲むんですけど、ない場合はこの R1、 こちらを飲んでます。こちらを飲んでなんかよし、内臓はもう大丈夫だな、守られたなっていう、こうプラシーボ効果をこの得てやってますね。ピンクのモンスター、あとこの白のこの特保のコーラ、大体この2つをいつも飲んでます。はい、それではマシン紹介していきたいと思います。僕が使ってるのは MacBook Pro、 これ何年のだろう、結構古いんですけど、 MacBook Pro の500GB ですね、500ので、あとメモリをですね8から16にしてまして、処理能力をぐんと上げてます。使ってるソフトは YouTuber さんとか、まあ、ヒカキンさんとかコムドットさんとかが結構使ってます、この Final Cut Pro っていうね Mac の純正アプリというか、こちらを使っております。それでは編集していきたいと思います。それではまずリアルビルドのインスタのショート動画から作っていこうかなと。今回はね、タテタテっていうね、やつ新作をだんだんと、ショート動画もいいんですけど、ネタがね結構作るのむずいんだよ、ね、正直そこが結構悩みなんですよ。ちなみにこのイヤホンは普通のアップルのやつ使ってるんですけども、昼間に編集してる場合は基本的につけないです。深夜に徹夜とかでしてるときはイヤホンで、至近所迷惑になるんでやってることが多いですね。立て立てなんかねサクッと終わりますよ。テロップ入れとかはだいぶ結構苦手で、立てを作るっていうか縦の編集っていうのは結構すごい終わるんですよ。実はこの今まあ毎日投稿っていうのをインスタグラム、TikTok で続けると思うんですけども、僕らの YouTube って長くて10分とかそれくらいの短い動画なんですね、どっちかといったら。じゃなくてこの例えばヒカキンさんであったりとかカジサクさんであったりとかコムドットさんであったりとかのそのまあ YouTube スターたちはの編集っていうのは結構50分超えとか長いのがねたくさんあるんで、これをコムドットさんとかだったら収録ペースとかで上げてるんで、これはシンプルにもう尊敬しかないです。尊敬しかないなと思います。僕たちもこのいつか毎日投稿とか、毎日投稿はちょっとあれですけど、もっと本数を増やしてねいけたらなと思ってるんですけども、
なんかえげつないなと思います。尊敬、本当に尊敬しかなくて。ということで、TikTok のやつも、個人の TikTok のやつも終わったので、これから本編の方に取り掛かっていきたいと思います。最初にやるのは、白敵と言われるやつをカットし、まずカットの作業からかなってことしか言ったらな。カットしながら白敵を入れるっていうのが僕、うちのやり方なんですけども。ということでですね、最初のブロック、ここまでが動画で言ったらまあ2分もないとこですね、の白テキスト、そしてテロップ打ちが終わりました。まあ、これだけだいぶかかるっていうのがね、もう分かると思います。結構かかってます、時間。なんで、マジで50分動画とか、長編動画の、とか、テレビの編集とかの、みんな編集マンのスキルの高さとか、どんだけ時間かかってるかとか、こういうのをちょっと一回でもやったことある人とかは、まずそこに対するリスペクトがクソエグいんですよね。はい、ということでですね、これから、言ったら本編のとこに入るんですけども、本編って何かって言ったらですね、今回は基礎体力チェックということで、なんですけど、結構僕その前にですね、サムネイルをなんかある程度固めるっていうのが、やり方なんですよ。どういうことかというと、なんか、まあ多分今回のサムネ、4面サムネって言って、なんか4枚の画像を1枚に編集して、文字入れてってやってやるんですけども、それは、こう動画内のいいところをこう切り抜いて、なんて言うんでしょう、スマホで言ったらスクショみたいになるのかな、なんかして4枚にこう繋げてってやるんですけど、まずそこの部分を抽出するってとこからまず始まるんですね。はい、ということでですね、ようやくテロップ打ち、白テキスト、そしてテロップ打ちが、終わりました。今の時間がですね、もう4時ですね。2時間くらいかかったのかな、1時間半か、それくらいかかりました。動画の尺的には6分43秒、本編だけで6分43秒でこの長さということは、大物 YouTuber さんとかのこのテロップ打ち、まあ僕より早いと思うんですけど、そもそも打つのがね、ここまででこんだけかかります。ではそれではこれからですね、 BGM 入れに入っていきたいと思います。BGM はね、割とね、僕結構決めてるんですよね。大体決めてって、この時の曲はこういうのっていうの決めてるんですけど、はい、ということでですね、なんとか、BGM 入れも終了しました。先週公開したやつが今皆さんにね、見ていただきながら編集したやつなので、もう一度改めて見ていただけたら嬉しいなと思います。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。